聖夜物語アナースファンタジーストーリーズは、ハドソンから1995年12月22日に、PC エンジンスーパー CD ロム用ソフトとして発売されたロールプレイングゲーム。開発はメディアワークス。ハドソン最後の PC エンジン用ソフトであった。エーナスファンタジーストーリーズザファーストボリュームと、解題してセガサターンに移植された。 雪の降る聖夜に教会に置き去られた赤ん坊。通りすがった人物に拾われたその赤ん坊は成長し、やがて自分が世界の運命を握ることを知る。本作はマルチシナリオ RPG と銘打っており、誰が教会の前を通った時に泣くかで育ての親が変わり、それに合わせて主人公の職業が盗賊、魔法使い、剣士、僧侶となる。 またストーリーも4通りに変化する。戦闘はランダムエンカウントではなく決まった箇所で発生するイベント方式になっている。またレベルの概念が存在せず、戦闘中にどのような行動をとったかで各パラメータの成長が変化する仕組みになっている。ありがとうございます。